セッペリン NT 飛行船アセス、ロサンゼルス号1924から1932年頃のニューヨーク市南マンハッタン上空飛行船は空気より比重の小さい機体を詰めた機能によって機体を浮揚させ、これに推進用の動力や舵を取るための尾翼などを取り付けて操縦可能にした航空機の一種である。機体の大部分を占める ガス袋に水素もしくはヘリウムが充填されている。通常、ガス袋は空気抵抗を低減させるため細長い形状をしており、乗務員や旅客を乗せるゴンドラやエンジン及びプロペラなどの推進装置が外部に取り付けられている。機体後部には尾翼があり、方向安定を得るとともに取り付けられたか地面を動かして船体の方向を変える。二十世紀前半には、 大西洋横断航路などで旅客運航に従事していたが、1937年に発生したヒンデンブルク号爆発事故の爆発事故を契機に、水素利用の飛行船の信頼性は失墜し、航空輸送の担い手としての役割を終えた。その後、広告船電用や大気圏の観測用等として、不燃性のヘリウムガスを利用した飛行船が小規模に使われている。飛行船は、 英語ではエシップ、ドイツ語ではラフッチフといい、フランス語ではディリッジブルという。フランス語のディリッジブルという単語は、もともとは操縦できるものという意味である。日本語ではもともと飛行船という言葉はなく、1909年頃には飛行船に相当するものは飛行気球あるいは誘導気球と呼ばれた。1914年になると、 航空船という名称が用いられるようになり、大日本帝国海軍で航空船を運用する部隊は航空船隊と呼ばれた。その後、1928年に航空母艦による航空船隊の創設が決まり、同じ読み仮名となるのを避けるために航空船隊が飛行船隊に解消された。これに伴い航空船は飛行船と呼ばれることとなった。飛行戦は 周囲の大気より軽い不要ガスを用いて空中に不要する。船体内の不要ガスの重さと、船体が押しのけた大気の重さの差から重力を上回る不要力を得る。この不要力は、いわゆるアルキメデスの原理による浮力であり、静的浮力と呼ばれる。静的浮力はエネルギーを消費することなく得られ、その大きさは飛行船が飛行していても、 空中に静止していても同じである。飛行船に働く浮力は、静的浮力の他に、動的浮力もある。揚力は、物体の周りを流体が流れる時に発生する力であり、飛行機は翼に働く揚力によって飛行する。飛行船においても、船体に向かい角をつけて飛行することで揚力を得る場合がある。飛行船の分類は、 不要ガスを収めるガス袋を直接船体とする加圧式と船体の中に別にガス袋を設ける非加圧式に分けられる。飛行船は構造様式によって軟式、半硬式、公式に対別され、その他に全金属式や巡航式と呼ばれるものもある。軟式飛行船は船体がエンベロープと呼ばれるガス袋でできている。 エンベロープはガスが漏れないよう加工された膜材で構成され、その内部に不要ガスが充填される。エンベロープの形状は内部のガス圧により保たれる。初期の飛行船は気球から直接発展し、基本的に軟式であった。21世紀初頭における飛行船はほとんどが軟式である。重量やコストの面で有利であり、現代の飛行船は ほとんどがこのタイプである。しかし、ガスの放出によって圧力が弱まると船体を維持できなくなる。突風などによって船体が変形するとコントロールを失ってしまう。また、一旦機能に穴が開くとガスの漏出が全体に影響するなどの欠点もある。また、船体の構成が確保できなくなるため大型化に適しない。反公式飛行船は、 エンベロープの下側に沿って、キールを取り付けたものである。軟式船のエンベロープは、上側に張力、下側に圧縮力が作用し、船体がヘの字型に折れる傾向がある。これを防ぐため、船舶と同様に、エンベロープの下部にキールを設けることで、船体形状を維持し、大型化を可能とした。イタリアで開発された、ノルゲ号やイタリア号などが、反抗式船である。 半公式の利点として、公式よりも骨格が少なく軽量化できるにも、かかわらず、公式飛行船と同様に、大型化が可能であること、公式同様に枠組みに、エンジンや船室を取り付けられるので設計に柔軟性があり、制約が少ないことがある。例えば、エンジンと船室を離れた場所に設置できるので、船室内の環境が快適である利点がある。公式飛行船は、 アルミ合金や複合材料といった軽量な部材によりカゴのように船体骨格を組み立てて、これにピアノ線などを貼って補強を加え船体に強度を持たせる。骨格は六材と縦通り材で構成され、それを外皮で覆うことで船体形状を維持する。船体内部のガス袋は十数個に分割されている。金属製の枠組みにより、 船体の重量が増加する欠点があるが、船体の強度が高くなるため大型か、高速飛行が可能。ツェッペリン号の最高速度は時速1 3 5トル特にツェッペリン白尺製作による一連の飛行船が有名であり、ツェッペリンは公式飛行船の代名詞となった。しかし、船体が頑丈といっても、強風や高天に耐え切れるほどではなく、 悪天候による難破事故も多発している。また航空機の進歩により大型飛行船の存在意義自体が消滅したため、21世紀現在では生産、運用はされていない。エンベロープを膜材でなく薄いジュラルミンの板で構成した飛行船は全金属飛行船、またはメタルクラッド飛行船と呼ばれる。アメリカ海軍が運用した ZMC-2 が 全金属船である。ZMC- には1929年に初飛行し、1941年に運用を終了し解体された。主力飛行線形には採用されることはなかったが、現在の素材や接合技術を用いれば、こうした構造もまた十分再検討に値すると考えられる。二十世紀末に開発、初飛行したチェッペリン n t は、 膜製のエンベロープを持ち、その内部に骨格を備える。骨格はキールではなく、三角形のフレームと縦通り材で構成される。当初は巡光式の用語がなくチェッペリン NT を反光式線と分類していたが、チェッペリン NT の構造は従来の反光式線とは異なることから、巡光式飛行線と呼ばれている。井戸戦争にてリビアを爆撃する。 イタリア王国陸軍航空隊、セッペリンの飛行船、ヒンデンブルク号爆発の瞬間当時、ヘリウムはアメリカでしか生産されておらず、アメリカがナチスドイツへのヘリウムの供給を拒否したため、爆発の危険を犯しながらも、水素ガスを利用していた。そのため、この事故は、水素ガスによるものと推測され、水素ガスを使用する飛行船の安全性に対する信用は失墜し、 以後水素による飛行船が使われなくなる原因となった。1970年代に天然ガスを運搬するためにエアロスペースデベロップメンツによってハニカムサンドイッチによるセミモノコック構造の反公式飛行船の計画が立案された。この飛行船の計画は不要ガスとして空気よりも軽量の天然ガスとともに少量のヘリウムを使用し、 天然ガスを燃料とするエンジンからの排熱で、不要ガスを温めて、浮力を増やすという構想だった。第二次世界大戦前に建造をされた、現時点において、史上最大の LZ129 ヒンデンブルク号の、全長は245メートルで不要ガスの体積は20万立方メートルだったが、この構想された天然ガス運搬用飛行船は、 全長549メートルで不要ガスの体積は275万立方メートルというとてつもなく巨大な飛行船だった。天然ガスを運搬後はヘリウムガスで不要してガス田へ戻るという仕様だった。この方法は正常不安定な国に天然ガスの液化施設を建設する地政学的なリスクを抑える点で有効であると考えられた。 反公式飛行船ではなく軟式飛行船を使用して天然ガスを運搬するという類似の概念はすでに1920年代に R100 飛行船の設計に携わったバーンズ・ウォリスによって考案されていたが大型の軟式飛行船という設計が災いして頓挫した。計画は当時の技術水準では非実用的であるとして採用されなかったが、 近年では類似の概念の飛行船の構想が複数提案される。無人制御の飛行船の用途として、地上局、人工衛星と並ぶ、第3の情報通信網としての、清掃圏プラットフォーム飛行船が注目されている。地上 20km の清掃圏に、全長 300m 以上の大型無人飛行船を、停留させ、無線通信の基地局として用いるというものである。 基地局として必要な電力は飛行船上面に取り付けられた太陽電池で賄うアイデアもある。地上局に比べ広範囲をカバーでき、人工衛星に比べ遅延時間が短く、運用コストが低いという利点がある。清掃兼プラットフォーム実用化に向けた取り組みは世界各国でなされており、日本では政府によるミレニアムプロジェクトの一つとして、 清掃圏対空飛行船を利用した通信、放送サービスが計画された。2004年には大規模に税金が投入され、北海道の大気町多目的航空公園で全長60メートルの実験機の飛行試験が行われたが、資金難から中止された。飛行船を用いた富士フィルム広告、日戦、スマイルボーメットライフアリコ、スヌーピーゴ5ありがとうございます。